自分らしく生きて輝くことを決意したみんなへ。今日は辛い、大変。って思うときにできること4つ、簡単にできること4つ、今日は説明していきます。これを見ているみんな、ライクしたり、サブスクライブしたり、お友達にシェアしてくれると嬉しいし、私を応援してくれてありがとう。私もみんなのことを応援してます。ちなみに、まだ知らない人は、私はね、この前、歯をかけてしまいました。はい。ではでは、大変な時期ね。やっぱり自分らし、特にね、自分らしく生きようと思うと、辛い時もあると思うの。そして、普通に人生生きてる時も辛い。自分らしく生きてる。生きることを決めた時も辛いし、自分らしく生きないことを決めていても、それも辛いんだよね。だって宇宙の流れに沿ってないからうまくいかないのは当たり前。と思うとどうせね、辛い思いするなら、好きなことを自分らしく生きて辛い思いしていこうよ。はい。ちなみに私それを伝えたくなく、あ、伝えようと思ってなくて、もう私っていつも、私のことを結構フォローしていたら分かると思うけど、結構いつもハッピー。で、そのハッピーっていうのは、まあ、土台がもう常にあるから。ただ、昔はそうじゃなかったの。私ね、幼稚園の頃から私自殺したかったし、だからもうキッチンでナイフを実際持って。私が死んだら、親は喧嘩もなくなるんではないか。私でさえいなくなれば、才能はなくなるのかも。本当に幼稚園の頃から、ナイフを持って自殺したいと思ってたのね。でも、自殺できなかったの怖くて。で、それも、みっともないみたいな。自殺さえできないの、私みたいな。でも、小さい頃よくそういうことしてたよね。前世で自殺とかしたのかしら？まあ、なんかそういう、だから小さい頃から結構大変だった。あとは中学校。すごい私はもうパパのおかげですごい、女子校に行ったので、ね、私立女子校に行ったの。で、アメリカに住んでいて、アメリカから帰ってきて、日本に行って女子校に行きました。私立の女子校に行きました。もう海外に住んでる時点で、私のさ、今の時点でわかるでしょ？もうなんか、頑張ろうと思わなくても目立ってしまう私。なんか想像できるって思う人、いちいちいち、または笑って、YouTube のコメントに書いて。で、もうね、頑張ろうとしなくても私は目立っちゃうの。そういう人なの。ただ私のいたところはすごいいい大学で美しいところ。で、目立つと嫌な雰囲気になるの。みたいな、目立つがり屋だね、みたいな、なんか嫌な感じ。そしてまだ覚えてるのが、みんななんか裏と表が激しすぎた。で、そういうのを私は見ていて、本当に人を信じられなくなったし。自分との現実の中では、もう無口っていうね、無口の一日っていう日も長くあった。長くあった。で、まだ覚えてるのはもう中二とかね、友達に、リって、すごいハイテンションの時と、本当に無口の何も話せない時があって、わからなくて怖いって言われたの。もしかしたらバイポーラー？ まあそういうね、過去もあったり、で、それでも終わらなかったの。大学もね、大学で大変だったし、レイプされたり、噂で言われたり、しかも自分の中ではレイプされた後に大金を奪ったって、非難されて、で、それを大学中のみんなになんか言ってっていう、なんか個人的にはすごい辛かったのね。そう。で、今もなんかいろいろ辛い。まあ私の中では、まあこれからお話ししていくんだけれども、辛いっていう言葉にも共鳴していない？共鳴していない。
普通の人だと考えると辛いことも今思っています。だからこそ、りーちゃんにはわからないって思わないでもらいたいの。起こしたいの。で、みんなもね、こういう辛い感情があるっていうことは、みんなはヒーラーになるの。みんなは他の人の辛い気持ちがわかるからこそ、今度は自分がね、癒してって、その癒した方法で、今度は自分が導いていく側になっていくから。この流れ、人生の流れ、魂の流れは信じて。メモリもしましたか？あとは、その辛い時って、孤独感感じるとき、私もすごい孤独感感じてた。無意識に、誰も私のことを理解してくれない。分かってくれない。話しても私を傷つけようとする。話した内容でまた攻撃されるとか。でも分かる人いる。111って書いて。本当に昔はそういう考え方、マインドセットでした。そんな私が今の私になれるの。辛いっていう言葉に共鳴しないぐらいな人間になれるの。これっていうのは、もう自分は自分に自己投資したり、コーチつけたり、自分と向き合ってきたからこういう自分がいる。そしてね、それを言いたく、それプラス、この辛い時って、孤独感感じると思うんだけれども、その理由っていうのは、みんな話さないからだけ。みんな本当はこういうね、ことを思ってるはず。感じたことあるはず、体験したことがあるはず。ただ、それを言わないだけ、表に出さないだけ。で、きっとこれ聞いてる人も、表に出してない人もいると思うのね。だから、孤独を感じてる。私は一人だ。で、この前読んだんだけれども、孤独感っていうのは、本音を言えないときに、本音を言えない、状態が続くと孤独感につながるって書いてあった。だからこそみんなにね、今後やってもらいたいのは、辛い時があったら自分が安心だと思うコミュニティ、仲間、友達に話していこう。オープンになっていこう。自分がオープンに話すことによって、その孤独感がなくなったり、孤独感がなくなる、または、なくなっていくよね。孤独感がなくなっていくよ。昔の私はすごい孤独感。孤独を感じて私はずっと六本木に行ってた。夜遊びしていたの。それで自分の孤独感を忘れようとしていたの。ただ、どんだけ夜遊びしても、どんだけ一人じゃないところに行っても、で、オーストラリアにも留学していてね、朝4時、わざわざカフェに行った。なぜかっていうと、孤独を感じたくないから。そんな孤独感を感じてる人だったの、私ね。で、ここから、孤独っていうのはどうやって抜け出すことができるかっていうと、話すこと、話す空間がなければそこを探しに行くこと、それをみんなにして、そうじゃないと閉じこもって終わってしまう。閉じこもって、閉じこもっていいもん。閉じこもっても全然大丈夫。ただいつかはそれでつまらないっていうか耐えられないと思うからね。と耐えられないと思ったら、マイペースに自分と向き合ったり、自分、新たな世界を見せてくれる人、新たな世界をガイドしてくれる人のところで学んでいくことをやっていこう。Let's take a deep breath in. 今ここまでお話しして、何か共鳴したものを、共鳴したコンセプトがあったら、ぜひぜひ YouTube のコメントを書いてください。私は絶対読んでコメントします。で、このビデオをね、
まあその辛いっていうのは私わかるよ。いや、あなた一人じゃないよっていうのも伝えたい。それで、辛い時って、すぐ辛い時にすぐにじゃあ自分と向き合ってっていうのはやっぱ辛いと思うのね。それはできない人もいると思うの。偉いって言うよ。私はここで強制して、ご飯抜け出して っていうのを言わないから大丈夫。で、このビデオは、じゃあすぐに向き合わなくても大丈夫。で、少しずつできることっていうのを4つ今日は紹介していきます。なので、自分の内観ノート持ってきて、内観ノートに書いてみてね。で、内観ノートも書くのが、もうそれも辛いっていう人は、大丈夫。聞くだけで大丈夫。聞いて、自分の潜在意識に入れるだけで大丈夫。私もね、他のメンターのコーチとかの講座とか受けるときにはもう何回も何回も同じ内容を聞いてる。それで自分の潜在意識に落とし込んで、落とし込んで、落とし込んで、落とし込んでいくと自分の言動に反映されて、気づいていくと、行動がで、あと新たな行動をすること、言動をとって、そして新たな現実を作ってるから。なので、そういう意識を持って、ただ聞いてるだけでも大丈夫。4つ。1つ。辛いの定義は何ですか？辛いの定義は何？もしかすると、ここにいる人たちは、辛いって言うと、ネガティブなものだったり、遠ざかりたいもの、避けたいもの、もっと辛くなる、ようなイメージがあると思うのね。この定義、無意識の定義でも、この定義だと、やっぱりどん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 辛くなるのは当たり前。みんなコメントに書いてみて、自分の中の辛い、どんなイメージ？で、そのイメージをもしね、一日に何回ぐらい考えてるのかな？20回、30回、50回、そのイメージがどん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 強くなってったら、それはもっと辛くなるよね。もっと気も重くなるよね。もっと何もしたくない、行動に移したくないって思うよね。わかるよ。っていうのであれば、まずは自分の定義を変えていくこと。Okay？ 私の中では辛い出来事。辛い出来事。まあ私の中では、今は、っていう感じだけ。もっと、を言うと、まあね、宇宙の大きな計画の一つなんだな。宇宙の大きな計画の一つだから良いのでしょう。私のためにあるのでしょう。これは一時的なものだし、これはもっと自分だし、もっと自分の望みへの転換期なんだ。私はその転換期にいるだけなんだ。って思ってる。そして、ある意味私が本当に心から、これが思えるのは自分の中で自分らしい人生を生きる選択肢を取ってるからこそ、Of course 宇宙は私の味方って思える。私らしい、ごめんね、今ニコラスがいびきをかいていて、本当にちょっと無理。無理ではない。ちょっと、distracted。なんだっけ。で、これが私思えるのも、私がこれが思えるのも、自分の中で自分らしい人生を生きる決断をしていたからこそ、宇宙は私の味方。もちろんね、常に宇宙は私の味方。ただ、私らしい人生を生きてなければ、そう思えられないよね。
こういう、その自信が持てないよね。だって自分はそこまで自分の人生に責任取ってないんだから。だからこそある意味、これは本当に心から思える自分は、自分の人生責任を持って、自分らしい選択肢を取ってるからこそ、根拠なくこの思える。そして、みんなも、これもコメントに書いてみて。辛い時あったよね、過去にも。あったでしょ？お友達での辛い思い出かもしれないし。父親、母親との辛い過去かもしれないし、また学校での嫌なこと。小さい頃親に言われたこと、友達に言われたこと、辛いことってあったよね。で、その辛いことがあったからこそ、いろんな学びがあったよね。で、その学びを自分の中で知っていたら、ああ、まあ、そうですねって思えるよね。なんか、あ、この辛いことは後々意味があるんだって思える。はい。もう、これはこれで終わりにする。そう、辛いの定義をまず変えてみること。みんなはどんな辛いの定義をしますか？コメントに書いてください。ナミチュー。もう本当にこれって、講座にもできるね。So you're lucky. 次、ナミチュー。自分の口癖を決めること。辛い時って思わず出てしまう言葉ってあると思う。例えば、死にたい。私はダメ。なんでこんなにうまくいかないの？なんでこんなに難しいの？なんでこんなに私はできないの？で、こういうのは、まあ、私の本当の感情だもんって言うかもしれないけど、意味ないの。これを言うほど、本当にそれが自分の脳の中で現実になってしまうんだよ。些細に言っていたことが、本当に自分の中で、本当に死にたい。本当に私はダメ。本当に私の人生はうんちだと思い始めちゃう。口癖は自分の人生の質。だからこそ、自分の口癖を華やかな会に変えていくこと。これが意識的に生きること。これはできない人は、仕方がない。みんな自分の口癖を華やかな会に変えることによって、私たちの人生を変えることができてる。みんながやっていることをやっていかないと、変えられません。で、特に私、ここでね、ちょっとポイントは、キャンセル。例えば私の中で、私、これ今でもやってるからね。例えば、例えば、じゃあ、考え方で、この前は、私のことを考えてくれてない、ニコラスは、みたいな。私のこと考えてくれてないっていう言葉あります。でもそれは何回も言っても意味ないよね。だからこそ自分の中で、でもちろんこれを彼に伝えるでしょ。まあ、そういうなんかいろいろ自分の向き合いを彼らにシェアします。で、そういうことをした後にもしまだこういう口癖があるとしたら、それは絶対あるので、あるとしたら自分の中でキャンセルって書く。自分の目の前にその思考を置いて、私のことを考えてくれてない。行きます。真っ白にしてキャンセル。で、キャンセルした後に、私のことを考えてくれてるっていう自分の、私は愛されてるっていう自分の置き換えたい口癖に変えていくこと。そういうことをやっていこう。これやってくれる人、やりますっていう決意をコメントに書いてください。次、1、2、3、4。3つ目。姿勢。その辛い時ってどんな姿勢？きっと、じっとしてると思うの。じっとしてるのであれば、それを反対にしていくこと。で、これは私の1対1のコーチングでもっと分かりやすくやっていく。
もしかすると、最初はこの一人でやるっていうのは難しいかもしれない。And that's also okay. もっと深掘りしたい人は、本当に自分の今の現状から抜け出して、新たな人生、新たな、ね、次元に行きたいっていう人は、私に連絡してください。やっていきます。で、ここで、自然を反対にしていく方が、こうだったら上を見上げて目を開ける。こうだったらこれを開いて動かしていく。そうやって自分の姿勢を変えていく。なぜかっていうと、自分の姿勢はまた人生の質なんだよ。例えば恥ずかしい人、自信がない人ってこんな感じじゃん。それからじゃあ自信がある人、こうやって堂々とこうする。それだけで振る舞いだけで自分のステートも変わって、感じることも変わっていくし、感情も変わっていくんだよね。そうやると自分の行きたい次元も変わっていける次元も変わっていきます。もっと深く知りたい人は私の1対1のメンターシップ。または、怖さ。で、学んでいこう。で、次の役目。ワクワク。ワクワクすることやっていこう。自分の中でワクワクじゃなくても、自分が誇りに思えること。小さなことでも、小さなことでも。例えば、起きたら、ベッドを直す。辛い時って、もう、パジャマのままがいいとか思う人いると思うの。辛いからこそ、もう自分のイケてる服を着る。辛いからこそ、自分メイクして、自分が好きなメイクをする。辛いからこそ、ベッドの毛布、綺麗に見て、部屋も綺麗にして、部屋に入ったらもう美しいと思える空間を作ること。そうやって自分に愛を与えていくこと。辛いからこそやっていくの。辛いからこそ自分、いけてるって思っていくことをやっていくの。で、これは、もっと想像してみて。はい、辛いです。適当な服を着て、適当な食べ物を食べて、適当に顔も洗わない日もあって、部屋も汚くなってって。それが1週間、2週間、3週間、4週間続きます。っていうのと、辛いです。はい。イケてる服を着てみます。鏡を見ながら、イケてる服も着て、部屋もちょっと可愛くして、みたいな。やっぱさ、雰囲気変わらない？ 感じること変わっていくよね。And of course, 本当の自分の、根本的なところを変えていかないと、根本的なところを、華やかに変えて向き合っていかないと難しい。And それプラス、こういうことをやっていくことによって、日常生活からどん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 辛いことから抜け出すことができて、自分らしくどんどん生きていけます。OK? みんなは、じゃあこの1、2、3、4を聞いて、どれが一番やりやすいですか？やりやすいところから始めていきましょう。そして、誰もね、あなたの人生を生きてないの。誰もあなたの人生を生きてないの。だからこそ、誰か助けてって言っても、No one's going to help you。誰もあなたのことを助けません。あなたしか助けるっていうか、あなたにしかできないの。だからこそ自分の人生に責任を持って、自分と向き合っていこう。そして自分の幸せを自分が作っていこう。あなたの彼氏、あなたの未来の彼氏、あなたの家族ではなくて、あなたがやっていく。え？で、それをやっていくことによって、どん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 自分の人生が軽くなって、楽しくなって、輝いていくから。そのガイド、必要。私だけの考え方だとできない。当たり前だよね。アルバート・アインシュタインでも言ってるよね。
問題は同じマインドで問題を解決することができないってアルバイ、あのアルバ、アイさんも言ってるの。同じ問題を作った、同じマインドセットで問題を解決することができない。だからこそコーチとかいると、新たな視点、新たなツールを紹介してくれて、新たな次元、新たな自分の人生を導いてくれる。それに興味がある人、それを興味だけじゃ足りない。本当に自分の人生を華やかな科に変えていきたい。だからこそ、コーチのサポートももらいながら、自分を主体的に自分の人生を輝していくっていう人は私に DM してください。待ってます。Okay, I love you so much. Let's take a deep breath in. みんなの辛いこと、辛いね。辛くてもあなたは諦める人間ではないから大丈夫。このまま生きていけば絶対抜け出すことができます。Alright, I love you. よかったらっていうか、こうしてね、私もあなたのことを応援してるので、私に応援してくれると嬉しい。ライク、そしてサブスクライブ、そしてお友達にもシェアしてくれると嬉しいし、今私が501人か502人のサブスクライバーがいて、私の夢は、3人？キャッ！と思うと、なんか、サブスクライブしてる人がみんなさ、友達に一人だけでもシェアして、サブスクライブしてくれたら1000人ってすぐなんだよね。だからそうやって私のことをね、応援してくれると嬉しいです。I love you! バイバイ。ちなみに今はその1対1のコーチングを受けると、私のすべての、講座、見れることができます。アクセスができるので、とっても自分のためになります。Okay, bye, love you.